テモゾロミドは、蛍光投与可能な抗がん剤である。商品名テモダール。アルキル化剤に属し、初発、再発の正常細胞種の悪性度の高い脳腫瘍の治療に用いられるほか、海外では、悪性黒色種の治療にも用いられる。また、承認外用法として飛ぼし特殊神経にかわ種の治療に、旧来の忍ぶ広子性の低い PCV 療法の代わりに用いられている国もある。 テモゾロミドはダカルバジンの次世代の医薬品として開発されたイミダゾテトラジン骨格を有するプロドラッグである。アメリカでは1999年8月に、日本では2006年7月に承認された。テモゾロミドの治療効果は DNA のアルキル化、メチル化による。DNA のメチル化は主要細胞の死を誘導する。しかし一部の主要細胞は MGMT 遺伝子でコードされる、オーク、アルキルグアニン DNA、アルキルトランスフェラーゼを発現して、この DNA 損傷を修復し、治療効果の減弱をもたらす。一部の腫瘍では、この MGMT 遺伝子は、エピジェネティクに沈黙し、テモゾロミドに非耐性となる。逆に、脳腫瘍内に、AGT タンパク質が発現していると、テモゾロミド耐性であるといえ、 投与の効果はほとんど期待できない。テモゾロミドは前述のように、ダカルバジンの誘導体であり、イミダゾテトラジン骨格を有する。体内に吸収され循環系に入ると、生理的 PH 下で速やかに分解し、活性物質3、メチルマイナスイミダゾールマイナス4カルボキサミドとなる。テモゾロミドは、DNA の複製を阻害することで、スケジュール依存の高腫瘍活性を示す。 テモゾロミドは、再発神経ニカワ種に対する活性を示す。最近の無作為化比較臨床試験により、多形性ニカワガ種に対して、テモゾロミド併用放射線療法が、無造悪生存期間を12.1ヶ月から14.6ヶ月へと優位に延長し、全生存期間も延長することが示された。血液学的副作用以外で、最も頻度が高い副作用は、大きであり、 自己管理、または標準的な生徒薬で管理できる。これらの副作用は概ね軽度から中等度であり、重篤な大きいートはそれぞれ約4%である。重篤なートを経験した患者、またはそれが予想される患者にはあらかじめ生徒剤を投与する。テモゾロミドは空腹時投与が望ましい。生徒療法は服用前、または後に実施する。 テモゾロミドはそれ自身、または、ダカルバジンの過敏症の気温を持つ患者には近忌である。重篤な骨髄抑制のある患者への使用は、推奨されない。テモゾロミドには、生殖毒性、細菌形成、胎児毒性があるので、妊婦に使用してはならない。また、乳獣中に分泌されるため、服用中は授乳してはならない。人幼性温存処置をせずにテモゾロミドを服用した。 女性はその後の妊娠率が下がるという研究があるが、対象患者数が少なかったために、女性不妊症の発言を検証できなかった。男性患者の場合も、テモゾロミドは遺伝毒性を持つ。服用中、または服用終了後6ヶ月間は、父親になることは勧められない。テモゾロミドにより、不可逆の男性不妊症を発症する可能性があるため、治療前に、 精液の低温保存をすることが推奨される。ごく稀にテモゾロミドは呼吸器障害を起こす。テモゾロミド製剤は日本においては 20mg と 100mg のカプセル剤と点滴上中用 100mg の製剤が販売されている。米国では 5mg、20mg、100mg、140mg、180mg、250mg のカプセルと 点滴上中用製剤がある。近年固形製剤が実用化された。英国内ではジェネリック医薬品が入手できる。テモゾロミドと他の医薬品との組み合わせによる抗がん作用増強の研究が実験室研究や臨床試験で実施されている。一例としてクロロキンを併用することで神経にカワシュへの効果増強が見られている。実験室レベルではテモゾロミドが 緑茶の成分である、木色資産エピガロカテキン共存化で、脳腫瘍細胞に対する殺細胞効果を増強する、ことが報告されたが、脳腫瘍患者では、その有効性を確認できなかった。さらに最近では、新しい酸素拡散増強剤である、クロセチンナトリウムを併用した、テモゾロミド放射線併用療法の全臨床試験が、 実施され、臨床研究が進行中である。MGMT 遺伝子を発現した主要細胞がテモゾロミド体制を示すことから、AGT 阻害薬王6、ベンジルグアニンが抵抗性を抑制し、薬物の治療有効性を改善する可能性について研究された。その結果、インビトロ及び動物実験インビボで、 O6BG 存在下で、主要細胞に対して、テモゾロミドが貯蔵したが、第2位臨床試験の結果は一様ではなかった。テモゾロミド体性 E 形成グリオーマに対しては、有効性が確認できたものの、テモゾロミド体性多形性ニッカワガ種に対しては、感受性の回復が見られなかった。増血管細胞に、MGMT を高発現させて患者に移植した例も、ある。 この時患者に通常以上のテモゾロミドを投与しても患者の血液細胞は減少しなかった。高グレードの神経2カワ種に高容量のテモゾロミドを使用しても毒性は低かったが有効性は通常容量の場合と同等であった。テモゾロミドが再発性中枢神経系リンパ腫に走行するとの報告がある。ありがとうございます。